エグサ人気は、広島県福山市出身の元プロ野球選手、野球指導者、株式会社議案代表取締役、自身のオンラインサロン、エグサ人気のスポーツキングダムを運営中。通算成績は349試合442.1回22勝17敗48ホールド、防御率3.15。最高球速 151km 妻は、 元バレーボール日本代表で女子バレーボールクラブチームビクトリーの姫路監督の竹下義恵。マネジメント契約先はスポーツビズ。1980年に広島県福山市で生まれる。1998年の遠心高等学校3年の夏には AS として同高校の全国高等学校野球選手権。 広島大会準々決勝進出の原動力に、準々決勝の助水感染でも高騰するが例から1で敗れる。A 新高等学校から一般入試で専修大学に進学。3年時までは登番機会に恵まれなかったが、4年春の東都大学野球連盟2部リーグで5勝0敗の成績を残して MVP 最優秀投手を獲得し、 入れ替え戦でも、駒台を相手に、初戦関東勝利で一部昇格の原動力となった。2部リーグ通算11試合に、当番、5勝0敗、防御率1.06。1部リーグ通算8試合に、当番、1勝3敗、防御率2.75。2002年の NPB ドラフト会議で、自由枠制度によって阪神タイガースから指名。契約金1億円。 年俸戦5 0 0万円という最高の条件で入団した。背番号は26。阪神時代2003年9月21日の対、読売ジャイアンツ戦でプロ初登板。2004年はプロ初先発も経験し、9試合と少ない登板数ながら、防御率2.76を記録。2005年シーズン当初は敗戦処理要因だったが、 ツーシームを武器に頭角を表し、ロングリリーフもできる貴重な中継ぎサワンとして、フル回転、チームのリーグ優勝に貢献した。5月6日の対北海道日本ハムファイターズ戦で3番手として、登板して、プロ初勝利を挙げた際には、僕でいいんですかね、とコメントしている。同年は、同僚のジェフ・ウィリアムスによって、佐バ木マサシ、 橋本健太郎の二人と合わせて SHE と命名された。しかし日本シリーズでは第2戦の8回にベニー・ヤグバヤニに対してシリーズ1試合最多記録、シリーズ1イニング最多記録となる一打席3、冒頭を記録するなど活躍できなかった。2006年より先発投手に転向。神宮球場での開幕3戦目、8回終了時点で9対0と圧倒。 99級を投じて、飛安打4という完封ペースだったが、WBC へ参戦しながら、無登板で調整の遅れていた抑えの久保田智之に、調整登板させたい、首脳陣の意向もあって、8回限りで降板した。同月3度目の先発となった16日の対、広島戦では、初完封の機会が巡ってきたものの、9回表に力尽き手に失点。 味方打線は相手先発の黒田博樹から1点のみと援護にも恵まれなかったため、このシーズン唯一の関東ながら敗戦投手となっている。先発投手を6人で回す。チーム事情もあって、日曜日の試合に登板することが多く、サンデー工具差と呼ばれた。また保守との相性の関係で、主に浅井亮とバッテリーを組んだ。4月こそ後登板で3勝と好調だったが、 5月以降は5月27日の5勝目を最後に勝ち星から遠ざかった。6月下旬に久保田が右手骨折で離脱したことに伴い、シーズン途中から中継ぎに再転向した。しかし再転向後も制裁を書き、登板機会が減った。同年12月1日に婚姻届を提出。2007年は同じ左腕の井川慶が移籍したこともあり、 先発でスタートする予定だったが、最初の先発登板となるはずだった試合が雨で流れ、以降中継ぎでの登板になった。シーズン当初からビハインド時、同点時、リード時、JFK へのつなぎ役で50試合に登板して5勝、0敗、防御率1.95を記録した。しかし、同年オフの契約公開では、推定700万円のアップを提示され保留、メディアに対し、 3年間頑張ったら上がると聞いていて、今年が3年目。もうちょっと評価してほしい。誰とは言わないが野手で、ポンと上がっている選手がいるとコメントするなど、リリーフ投手に対する球団の査定方法に疑問を呈した。最終的には3度目の交渉で合意。また、同年までは、コンタクトレンズを着用してプレーしていたが、レーシック手術を受けて視力が回復した。 両目ともに視力が0.01から1.5になり、花粉症でコンタクトレンズをつけているのに違和感があったけど、その心配がなくなった、キャンプ中に涙目で投球練習を行う心配もなくなり、来年からに関しては心配ないと語っている。2008年は前年に続き、中継ぎで2年連続50試合以上登板し、好成績を残した。 2009年3月22日、広島市民球場の最後のプロ野球試合となった。広島とのオープン戦で9回裏にリリーフ登板し、同球場のマウンドに最後に立った投手となった。同年は同じ中継ぎ左腕のウィリアムスが故障で離脱する中、62試合に登板。6月26日の対横浜ベイスターズ戦では6者。 連続三振の回答を演じるなど、シーズン中盤までは安定した成績を残す。ところが8月27日の対横浜戦ではに、四万塁の場面で登板しながら、押し出しとなる二四球、一四球を記録。9月3日には、対ヤクルト戦で2点を追う8回表の1イニングを託されるも、一ア安打を挟む三四球の押し出しで一失点。 この前々日でも3支給しており、夏場以降は、請求難から四支給や通打を受ける場面が増えた。2010年は、直球の急速が平均時速 130km 台半ばに低下し、請求難も克服できず、1軍と2軍を往復するシーズンとなった。1軍での当板は21試合にとどまった。2011年は、 小島達也や江ノ木田大輝ら若手投手が躍進し、阪神では一軍での出番がなくなった。2011年5月24日に、黒瀬春樹との交換トレードで埼玉西部ライオンズへ移籍した。背番号14を着用するなど、当時チームに足りていなかった左の中継ぎ要員として期待されたが、実際には一軍公式戦12試合の登板に留まった。 2012年3月10日に、島敦信との交換トレードで広島東洋カープへ移籍。阪神を離れてから1年足らずで、セントラルリーグ加盟の球団に戻った。背番号は29。甲草は広島県出身。島は西部の本拠地がある埼玉県の出身であることから、このトレードによって二人とも地元の球団へ、初めて席を置くことになった。 貴重な中継ぎ左腕として26試合に登板、直球の球速も時速 140km 台半ばまで回復するも、防御率は4.43と不安定さが残った。8月11日にロンドンオリンピックでバレーボール全日本女子が銅メダルを獲得した直後、全日本にメンバーとして選ばれていた竹下義人と工具さが結婚していたことが報道された。 8月24日に竹下と連名で3月24日に入籍していたことを公表した。工草にとっては再婚になる。2013年は5月にトミー・ジョン手術を受け3試合の登板に終わる。2014年は8試合に登板。8月21日まで一軍昇格は遅れるも CS にも登板。フルスである阪神とのファーストステージ第一戦の8回。 広島に対して相性が良かった福留康介に対してのワンポイントリリーフとして登板しショートライナーに仕留めている。2017年には一軍がセントラルリーグに連覇を決める直前の9月20日に現役引退を表明した。一軍公式戦や CS での登板機会はなかったが、9月27日にはフハン阪神とのウエスタンリーグ公式戦で、 現役最終登板。自身と同じくこの年限りで現役を退く、阪神時代のチーム名と、ト、加野ー介との対戦で二塁打を浴びて、マウンドを降りたが、試合後には、広島ナインと阪神ナインから5度ずつ胴上げされた。12月2日付で、NPB から自由契約選手として講じ、現役時代から介護の仕事に関心を寄せてきたことを踏まえて、 広島球団の本拠地がある。広島市内で、リハビリ型デイサービス事業所の経営に携わる。株式会社議案を設立し、代表取締役に就任する。その一方で、2017年末には、学生野球資格の回復に向けた講習会を受講。2018年2月6日付で、日本学生野球協会から回復に関する適性を認定されたため、 同協会に加盟する高校、大学の公式野球部で指導できるようになった。同年3月1日付で、阪神大学野球2部東リーグに属する、大阪電気通信大学公式野球部のコーチに就任。2020年10月、熊本ゴールデンラークスを母体として2021年に、発足予定の独立リーグ球団の名称が公募で、日の国サラマンダーズと決定したが、 この名称が、コウグサからの投票によるものだったと報じられた。2020年11月、自身のオンラインサロン、エグサ人気のスポーツキングダムを立ち上げる。プラットフォームは、キャンプファイヤーコミュニティを使用している。エグサ人気のスポーツキングダムのリンク。特典として、オンラインサロン会員限定の Facebook グループに参加できる。Facebook グループリンク。ここでは、 高草の日常を公開したり、思考や人脈の共有をビジネスにつなげたり、オフ会などが開催されている。詳細リンク2021年4月、地元福山市の放送局、FM 福山で自身の冠無理番組であるエグサ人気の夢を語れを放送開始。第2回目、第3回目の放送では、泉州大学及び広島東洋カープの先輩でも、ある、 黒田博樹がゲストで出演した。ありがとうございます。